皆さんこんばんは、というわけでございまして、今回もやっていこうというふうに思います。将軍の時折プロレスニュース。はい、というわけでございまして、今回はですね、多分 YouTube でね、プロレスをこう発信しているというかね、情報を発信している方々ね、あんまり取り上げないんじゃないかというニュースでございますが、スターダム鈴木すず選手、地元宮崎県小林市の宮原市長を表敬訪問、市長をギャル男にしますという記事でございます。女子プロレススターダムの狂乱娘鈴木すず選手が10日地元宮崎県小林市の、宮原市長を表敬訪問したということですね。扉を開けるなり宮原市長にギャルピースで歓迎され、少し戸惑った表情を見せたが、鈴木も同じポーズで挨拶。スターダム初の宮崎大会、11月4日ですねの開催を宮原市長に報告し、自身の名前が入った応援タオルとサイン入りの写真集をプレゼントしたと。すると宮原市長から激励の言葉とともに、小林氏のタオルと宮崎牛を贈られて大歓喜、一緒にギャルピースで写真を撮影したということですね。訪問後取材に応じた鈴木すず選手は、地元で初めて 表敬訪問をさせていただいて、歓迎しました。しかも宮原市長もノリノリで一緒にギャルピースまでしてくれて嬉しかったですと笑顔を見せ、宮原市長に宮崎県小林市を広めるために頑張ってねと背中を押していただいたので、私もプロレスを通じて生まれ育ったこの町の魅力を伝えられるように頑張りますと拳を握ったということですね。今回が鈴木すず選手にとって初めての凱旋試合となるわけでございます。人生初の凱旋、めちゃくちゃ嬉しい。親族も気合い入っちゃって、お父さんお母さんからチケットいっぱい買うぞと言われました。なので試合に勝って故郷に錦を飾りたい、戦い相手もいるのでと語った。最後は小林市の観光大使になれるようにめちゃくちゃ PR していきますよ。今度は宮原市長をギャル男にしますと謎宣言で締めたという感じでございます。なぜね、この記事を、自分がですねピックアップしたかと言いますと、私ですね、現在住んでいるところが宮崎県でございまして、なのでですね、この11月のですね、スターダムの大会、もちろん行く予定にはしておるわけでございます。はい、これね、なんでこのやっぱね地方大会ですね、この例えばプロレスでね、そのやっぱり東京都心部だったりとか、あとはね、いろんな大きな都市ですね、大阪だったり名古屋だったり札幌だったりとか仙台だったり福岡だったりっていうところはね、あと広島とかもそうですけども、そういうところでは結構頻繁にねプロレス団体っていうのは結構来られると思うんです。でもですね、やっぱりこう宮崎っていうのって正直プロレスの興行ってほぼないんじゃないかなと思うんですよ。九州プロレスっていうのはあるんだけど、九州プロレス自体も多分ね、九州自体でプロレスの興行があるのって基本的にまあ特筆してあるのが福岡で、そっから熊本、鹿児島で、あと長崎かな、自分の故郷の長崎がプロレスの興行は結構あるかなというふうには思うんですが、1年を通じてっていうので言っても九州って数えるぐらいしかないんじゃないのかなってと思ってるんですね。で、その地方大会、まあ宮崎ね住んでるんであれば、その福岡に行けばいいじゃないかとか、鹿児島でねやってる時に行けばいいじゃないかとかっていう声があると思うんですけど、このね宮崎県っていうのって本当に交通の便っていうのがね整ってないんですよ、このインフラっていうものが。なので福岡に行くにも大変だし、熊本に行くにも大変だし、鹿児島に行くにも大変。そしてまあいろんなね、まあ諸事情、いろんなね、皆さんが抱えてらっしゃる諸事情もあって、なかなかプロレスを見に行けないという方々も多いと思うんです。で、自分はですね、やっぱりこういう田舎に住んでいるので、なので、
そう、他のね YouTube やられてる方々とかっていうのはやっぱりその現地で感染したことを伝えられたりとかっていうのがあると思うんですけど、自分はそれができないので、同時視聴みたいな形でみんなとね一緒にこうチャットをやり取りしながら、プロレスを楽しむという方向にね舵を切ってるわけでございます。なのでこのね地方大会でやるっていうものって正直あの採算というものはねあんまり取れないと思うんですよ。でもやっぱりこういう風にそのめったに来ない、宮崎なんて本当に来ないので、そのプロレス団体がね来ないので、なのでこのやってくれるっていうこと自体でもう自分の中ではすごくありがたいなと。しかもそれがねスターダムという大きな団体がねやってくださるっていうのもすごく嬉しい部分もありますし、なんで他のね県でもその例えば交通の便がなかなか不便で近くに大都市はあるんだけどなかなかそこに行けないとかって、まあ、いろんな諸事情を抱えてらっしゃる方々もいらっしゃると思うんですね。お家の事情だったり自分のことだったり、あとはまあ金銭的なものだったりとかっていうので、こういうのでいろんな地方に、プロレスというね、文化というか、こういうエンターテインメントっていうのが広がっていくっていうのがすごく大事なんじゃないのかなっていうふうには思っております。まあスー選手はその宮崎県出身っていうのは自分は知っていたので、なので、いつかね凱旋みたいな感じで宮崎に来てくれないかなみたいな感じで思ってたんですけど、まさかね、今回11月にね来月あるということは自分の中ではすごく楽しみだなっていうふうに思います。多分ねこれを発信してもね、これを動画にしてもプロレスニュースとして発信してももしかしたらコメントもないかもしれないし、再生もされないかもしれない、登録者も増えないかもしれない。でもね自分の中ではそれはね置いといて、自分の中でやっぱりこれをやってくれるっていうことがすごく嬉しいのと、やっぱり鈴木スー選手のやっぱりこう立ち位置というものが今やっぱりスターダムの中でどんどん大きくなって、この間のねその赤のベルト戦もすごい試合だったじゃないですか。でそのスターダム自体がゴーサインというかのを出したんだと思うんですよね。なので自分の中では本当にこういう田舎に住んでる方々、ね、地方の方々だけではなくてやっぱ田舎でもねたくさんの方々が、もちろん今はネットっていうものがありますから、昔みたいにプロレスっていうのイコールテレビでしか見れないとかで、後ほどねその VHS みたいなね、皆さんご存知か分かんないですけどビデオテープみたいなのが発売されて、それで見るとかレンタルして借りて見るとか、あと DVD とかで見るとかっていうことではなくて、今はもうネットっていうものは普及してますので、YouTube だったりとか、あとはサブスクですね、各団体のサブスクで見るっていう方々ももちろんいらっしゃると思います。でもやっぱり選手の方々を生で見たい、そして会場の雰囲気とかいろんなねそのなんか雰囲気を感じたいっていう方々ってもうたくさんいらっしゃると思うんですよね。だから自分の中では今回の一件っていうのがもっと ねどんどん普及していけばいいなと思うんだけど、やっぱり地方大会っていうことよりか今はねやっぱり都心部の大会でも苦戦している団体がたくさんいらっしゃるじゃないですか。で前回出したねマリーゴールドの話でもやっぱりその観客のね数が少ないとかっていう声もたくさんあったわけですよね。でもやっぱこうその中でも地方大会をやるっていうこの心意気っていうのが自分の中で嬉しいなというふうには思っております。今視聴者の方々で今この動画をご覧になっている方々の中でも自分も田舎に住んでてなかなかそのプロレスを見に行くことができないとかいろんな事情があってね見に行くことができないっていう方々もたくさんいると思うんですよ。そういう方々にそのプロレスをねこう生で見てもらおうっていうそういう心意気っていうのが自分の中ではすごく嬉しいなというふうに思います。まあ同じようなね意見の方がいらっしゃるかどうかは分かりませんが、全てがその都心でねやっぱ開催されるじゃないですか。都心だったりその大都市とかでやっぱ開催される、それはそのやっぱりこう集客の数だったりとか大きい会場でねたくさんの動員ができるとかっていうそういうものがあると思うんですけど、こういうふうに地方でやる意義っていうのはやっぱりその採算をねっていうことではなくて、
やっぱりその地方でしかそこで初めてプロレスを触れる方々、小さいお子さんから、ね、お年寄りの方まで触れられる方々がそこの、ね、会場に行っていろんなね、興奮したり、笑ったりわーって、ね、楽しんだりとかいろんなプラスの作用っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思っております。なので今回はね、自分の地方に来てくれるということでこれは取り上げないといけないなというふうに思ったので動画にしてみました。はい、また次回もね、将軍時折プロレスニュースとしましていろんなね、女子プロの団体だったり自分の好きな団体だけになりますけどもいろんなことをねお話ししていきたいなと、まあ、ニュースがない時も自分の視点でなんか話とかもやってもいいのかなっていうふうには思ったりするのでもしねやってくれっていう方とか、コメントをいただけるだけでね本当自分の中ではすごくモチベーションが上がりますのでぜひコメントを 何かしら残していただければありがたいなというふうに思っております。はい、というわけで今回はこちらのニュースでございました。ということで鈴木鈴選手をねガンガン応援していきたいなというふうに思っております。というわけで将軍でした。また次回お会いしましょう。それではさようなら。